例えば今日、ホロライブゲーマーズの犬神コロネが指を骨折したというふうにツイートしていて、ゲーマーズがコラボを予定してたんだけど大丈夫かなと思って別の日にもうちょっと延期しようみたいな話をしてたら、<ー>延期しなくて大丈夫となぜかコロネが言い出して。 なんでなんだみたいな。そんな、全然延期でいいだよみたいな感じだったんだけど、延期しないことになりました。<laughs> えぇ、ー、なんで指が折れてるのに、そんな無理しなくていいんだよって、大丈夫なんて、いう話したんだけど、大丈夫、大丈夫、みたいな。大丈夫なんかなコーネさん、前さ、 あの、足の指も折ってたよね。指結構折れるんかもしかしてみんなの指を奪ってる、あの、呪いみたいな感じに